はい、どうもこんにちは、今日も29歳に来ておりまして、今回は僕のわがままで杉さんにバケットサンドを作っていただきました。めちゃめちゃでかいですねこれ今日はハンバーグとステーキ、ローストビーフ、あと各種のお野菜ですね、詰め合わせの杉さんお手製の超特大バゲットサンドでございます。ちょっとメガネは外したいと思います。早速いっぱい食べます。いただきます。これ どうしたらいいんだろうかじりつくのがベストですか。これはそうですね、かじりついてもらってない。そうですね、かじれんのかな。中身までたどり着けないです、うん、ちょっと切ります。
Thank you.
ちゃということで、今日もあの杉さんに僕のわがままを聞いてもらいましたということで、まあさすがにね、このロングバケット2本顎が死にました。一応あの今までのあの29さんのコメントとかでもいろいろいただいてたんですけれども、あの僕がいただいてるメニューとかチャレンジメニューとかっていうのは基本的にはあの一般の販売をしていなくてですね、ただ前日とか前々日ぐらいまでに予約をできればあの作っていただいたりとかできますので、もしあの食べたいっていう方がいらっしゃいましたら、ぜひ一度29さんの方にお電話してもらって予約してみてはいかがでしょうか。ごちそうさまでした。ありがとうございます。